政府は、6日、内局の背広組と呼ばれる防衛官僚、文官と、制服組自衛官が、対等な立場で防衛大臣を補佐することを盛り込んだ防衛省設置法改正案を閣議決定した。今国会での成立を目指す。自衛隊の部隊運用、作戦を制服組主体に改める運用一元化も盛り込んだ。成立すれば、背広組が制服組をコントロールする分官統制の規定が全廃され、背広組優位からの大転換となる。万が一、制服組が暴走しようとした際に、阻止する機能が低下するとの懸念がある。改正案には、防衛装備庁新設も盛り込まれた。事務官や自衛官ら約1800人改正を予定。